いろんなお客さんが来るって思うんだけど、お客さんってその家建てるまでのその、気持ち的なプロセスっていうかな、そのああ気持ちも含めてね、どんな手順大体踏んでるんだったね。まあ、今住んでる賃貸が手狭になったパターンも結構やっぱ多いですよね。もうやっぱ多いだろうね。あとは結構若いうちのお客さん、若い世代だと入籍して結婚したてで、これから子供できたら、まあ、育てていくためにもう家建てたいっああ、そういうちょっと計画的ていう、な。その計画的な方も多いし、建てたいなっていう気持ちがまず第一ですよね。で、そこからどう動くのかは、まあ、その方次第にはなるんですけど、そうですね、それこそやっぱり分かりやすいのは、総合展示場に行ってみたけど、自分が好んでる家なかったなっていう方の意見も結構多いですね。やっぱりこのうちみたいな、このアメリカンスタイルというか、こういうスタイルが総合展示場にはあまりなかったっていうことで、ちょっと違うっていう。それこそやっぱり、そうだろうね。雑誌、あとは、まあ、ネットネットだろうね。で、ちょっと調べてみて、あとは、この工務店っていうか、このハウスメーカー、自分たちの建てたい家かもしれないって言って問い合わせをするんですかね。ちなみにネットでなんて検索するんだろうね。みんな絶対検索してみるわけだね。住宅とかなのかな。そうですね。住宅とか新築とか戸建てとか、戸建てとか、あと場所なのかな。場所をいきなり探すあと土地から動く方もいますよね。その家建てたいなと思って、土地情報を見て、不動産屋さんから来られる方もいます。やっぱり建て売りを一つ見るんですよね。見るんだ。まず建て売りだと、このエリアでこのぐらいっていうのをこう見てたりしてとか、まあ、それこそ、そこの例えばハウスメーカー、工務店さんと話をしていくと、お客様もいろいろこう知識というか、なる分かってほど。くるんですよね。家作りってこういうもんだ。家ので構な、造とか性能とか。そうですね。価格とか。で、あと、やっぱりそこでまたネット検索とか、またお客さん調べるんですよね、きっと。他に、やっぱそう他だ。の会社はどうなんだろうって、比較はしますよね、少しは。そうだよね。で、そこと比較して、で、自分たちは、じゃあ結果どこで建てようかっていう。今ちょっとこう少し触りの部分、まだまだ触りの部分だけど、聞いてって思うのは、やっぱりこう模索しながらわからない、最初からこう建築家の人ならいいけど、わからない手探りで、まずこう住む場所とか、イメージ、お金とかをなんとなくこう把握していって、そうですね。そこから性能とかになるのかな。いきなりそう。そうだよね、性能から まあ車買いたいって言って、車のエンジンから見る人いないもんね。だからその車買うときにエンジンのパワーを重視する人もいるし、内装を重視する人もいるし、外観気に入ったで買う人もいるし、あ、待ていよ。ろんな自分の好きがあるじゃないですか。でさ、そう考えるとさ、生活スタイルとかが、あと方向性を分かってないと、ミスマッチになる可能まあ、性あるってことそうですね。だから自分たちは何を、まずは何を重視するかですよね。だね。そうだよね。建物で言えば好きな外観があるとそっか、か。こういうインテリアにしたいとか、それがまあ住宅の性能なのか、性能がいい家に住みたいのか、それとも無垢材の床に住みたいのか、自然素材の自然ね。素材の家に住みたいのかとか、まあ自分の好き、こだわりたいことをまずは決めないと、やっぱりそれぞれ会社がいろんな会社あってもまず絞り込めないですよそうね。だよね。建てたい。けどさ、そんな自己吟味する人なんかいいんだろう。案外もうイメージだけで進んじゃうんだよね。まあ、
うちのお客さんでやっぱ多いのは、うんうん、まあ見た目というか、うん、かっこいいから問い合わせされ、うん、いただいたっていうパターンはやっぱ多いですね。なるほどね。見た目というか。そこからちょっと調べていったりした方がいいと思います。そうですね。結局自分たちの、なるほどな。ちょっとスタイルを見つめ直さないと、ね、人生なかなか趣味間違った方向に進む時もありますよね、したら。じゃあさ、たまにはいる？こう、アメリカンスタイル憧れて住んでみたけど、ちょっと違うな、みたいな。あ、いや、住んでみて違うなというか、まあ、わかんないですけど、やっぱりうちのモデルハウス来て、あ、ちょっと違うなっていう方いるんじゃないですか、やっぱり。見てみたけど、みたいな。かっこよさで来たけど、ちょっと違う、みたいな。ちょっと今のところ整理すると、その、家が欲しいって言った動機はまあ、まちまちとしても、そこからの流れとして、ちょっと、夫婦でとか家族での生活スタイルとかを一回こう立ち止まって、そうですね、見てから家を探し始めるとか、うん、まずは夫婦間でどういう家にしたいか、うんうん、どこをなんで、そもそもなんで家を建てたいかですよね。そういうね、うん、動機とか、もしかしたらアパートでいいかもしれないし、もしかしたらアパート生活して別に家に買う必要もないかもしれない、ね、うん、もしかしたらマンションかもしれないし、そうだよね、うん、別荘かもしれないし、別荘かもしれないし、その生活スタイルによってどんどんこう分かれて、R コンクリート造の方が良かったり、ね、やっぱり木造だね、木造だよねって何のか、あ、断熱気密度重視だね、いやそれよりもお金かけんなら、うん、シャンデリアとかおしゃれな方だね、うん、そういうふうに分かれてる、うん、そこをさ、分からずに、要は自分のことを知らずに総合天井とか回って雑誌とかやると瞑想するんじゃない。まあだからその瞑想というか、まあそこでやっぱり動いてみて気づくんですよね、何なんだろうって。要は住宅展示場行っても、要はパッとしないというか、ピンとこないというか、うん、そこ大事だよな。 でもそう、やっぱりそう動いていかないと分かんない部分もあるとは思うんですよ。なるほど、うん、歩き始めてこう、そうですね、あ、こっちじゃなかったみたいな、うん、ね、まあ、中にはいますけどね、もう最初からアメリカンな家建てたい、うん、だからもう絞り込んできてる方もいますけど、うん、大事だね、その、で、まあ、そこを一つ絞り込んで、あとは若ければご両親にちゃんとお話をしてください、うん、次のステップとして。アメリカンな家建てるぞと。いうことまで、一応。そうですね。こんな、そしたら、うん、アメリカンじゃないだろうと。いろんな情報がこう、今、特に、はい。昔だったらそのところに行って、その営業マンの話だけ聞くだけだから、なんとなく、ためになったね。もしくは、あの人いいから、あの人のところに頼もうかっていう、狭い選択肢だったけども、はい、今はもうたくさんさ、はい、いろんな情報がこう調べれば出るわけだ、はい、調べなくても来るし、うん、そうすると本当に何が真実で何が我々自分たちのあれに合ってるか分かんないまま進むとちょっと危険だね、まあ、そうですね。だからまあそこでぜひね、アメリカンスタイルとかね、うん、検索してくれれば仙台で出てきますよっていう、もう宣伝入れてきたね急にお客さんの役に立つって歌っときながらさ、自分の宣伝入れてきたね。